日本時間2024年3月23日、MLB は、水原一平氏の賭博問題に関する調査を開始した。先日大谷翔平の専属通訳から解雇された水原一平氏はインタビューでこう話している。貯金はなく友人や家族からも借金をしていた。今回の違法賭博で、少なくとも450万ドル、日本円にして6億8000万円に上るとされ、大谷翔平選手が借金を肩代わりしたとされているが、今後の調査で違法賭博の全貌がどのように明らかになっていくのか、注目である。